ャンネルです。皆さんお元気でしょうか。でリクエストをいただいておったんですが、かなり昔の曲でしたけどね、フレンズですね、レベッカの曲です。これ非常にいい曲なんですが、アップテンポの曲なのでちょっと難しい感じがするんですけれど、これをやっぱりリズムを刻むときにカウントをね考えながらやると非常に簡単にできるので、これをまあ紹介してみたいと思います。ストロークはもうね、いろんなパターンがあると思うんですよ。一番最初の段階ではチャンチャカツクチャカツクチャカツクツクチャカで3つ、3個目に、リズムをね多少加える。あんまりこう大げさにしなくていいですから、ツクチャカ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 、こんな感じですね。コードは Em、そこから C メジャー7ですね。で D、 D と D サソーが入りますね。1弦の3フレットということで、一番最初はですね Em が4回、C メジャー7が4回、 D が8回ですね。なので、法則としてはですね、コードが Em だったら Em がずっといったら 1,2,3,4 で4でコードが変わったらまた1からやります。例えば Em が4回、 C メジャー7が4回で、D が8回あるんだったら、Em が 1,2,3,4 でまたコードが変わるんで、 C メジャー7も 1,2,3,4、D が8なので1,2,3,4,5,6,7,8 の時に小指7,8にします。それの繰り返しです。 1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,5,6,7,8 繰り返し 3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,5,6,7,8 ここがイントロです。こういう要領でやったらわかると思うんですけどね、少しリズムはね下げて、スピード下げてやりますけど、 A メロ、口づけを交わした日はというところですね、ママの顔さえ見れなかったというところは Em と D があるんですけど、 Em は8弾きます。最初はね、歌詞を言わずにまた数字だけでね、いつものパターンで、Em がね 1,2,3,4,5,6,7,8 D が1,2,3,4,5,6,7 E が Em 1,2,3,4,5,6,7,8 とやったら、今度は G が 1,2,3,4 D、 B7 が 1,2,3,4 です。わかりますかね。もう一回いきますよ。口づけを 1,2,3,4,5,6,7,8 と切り替え、最後の G と B7 が 4回という感じでやっていったら、ね、しっかりとこうね、リズムとかコードチェンジが身につきますね。もう一回いきますよ。また繰り返しですね。はい、ポケットのコイン集めてですね、次の行はまた同じですね。 1,2,3,4,5,6,7,8 D 2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6,7,8 G が4回、 B7 が4回で、今度は Am7 ですね。ほら 3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 A7 が 2,3,4,1,2,3,4。これも同じパターンですね。Am7 が1,2,8回、1,2,3,4,5,6、あれは2人の1,2,3,4,5,6、 G で隠れが1,2,3,4,5,6、秘密ので A7 が4回、B7 4回、こんな感じですね。これが A メロですね。 A メロ、 B メロまで来ました。サビの部分ですね。どこで壊れたの、オフレンズ。これが C メジャー7、どこで 2,3,4,5,6,7,8 G7 2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 これちょっと難しいんですね。C メジャー7が4回ですよ。1,2,3,4,8回ですね。
G が1,2,3,4,5,6 うつむく日が D,3,4,5,6,7,8 見つめ合って1,2,3,4,5,6,7,8 で D、 そして指をつないだら D,3,5,6,7 でオフェンス3,4,5,6,7,8,1D,3,4,5,6,7,8。こんな感じですね。なのでちょっと変則的な感じになりますが、こういう感じでやったら難しいですかね。どうですかね。まずはね、口づけをという感じで歌でやるんじゃなくて、最初はね番号で覚えたら覚えやすいと思います。そうするとまあね、体はリズムがちゃんとねなるんで、という感じでやったらどうでしょう。これをねしっかりとやっておいて、あとを歌をつけていくとすんなりいくと思いますが、いかがでしょうかね。じゃあイントロからね、 A メロ B メロサビということで、またイントロ、あとはもうほとんど同じですからね、やってみたいと思います。ゆっくりいきますよ。続いていきます。できたかな、どうでしょうか。ちょっと早かったですかね。本物はもっと早いんですけど、こんな感じでね練習していけばできると思うんですよ。だから4回とか8回とかやってね、やっていって、これがしっかりとこれ身につけばすぐにできると思います。口づけを交わしたりは、ママのか D から、これね、これが効いてますから、こんな感じでねやっていけばできると思うんで、あとはこれができたらあとはもう繰り返しですからね。最後の方はもうサビとかありますので、ほとんどこれの繰り返しなんでね、これをみっちりやっていけばできると思いますので、フレンズもね皆さんのレパートリーにしていただきたいと思いますよね。いい曲ですね、本当にねレベッカいいですね。はい、またなんかねぜひ分からないとこありましたらね、コメントしていただければ、できる範囲でお答えしたいと思いますので、よろしくお願いします、ね、チャンネル登録なんかもね、よかったら、まあ、ポチッとお願いします。はい、 G チャンネルでした。ではまた、今回はレベッカをお送りしました。ではまた次の動画でお会いします。